です。今日はヘッドホンの修理をします。このヘッドホンはソニーの1万5000円ぐらいのヘッドホンで、よくレコーディングスタジオ行くとこいつが置いてあるもう基準中の基準的なヘッドホンなんですけど、なんか先月からガリがする、使っているとガリ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 音がするので、大抵の場合こっちがまず壊れるんで、ここはギターケーブルのこいつとここが一緒なんで修理の仕方は簡単ですよと。ここねじって開けて、でここのこの辺から、どこが接着がこうね、ハンダ付けがうまくいってないかどうかっていちいちこう考えるより もうこれぐらいでカパーンと切ってしまって、新たに中の配線を引っ張り出してきてメロリン球ってめくって、で3箇所あるハンダ付けを全部やってしまう。その方がもう手っ取り早いんですよ。3センチぐらい短くなるって感じ。それでこれをこう戻して、一応こっちからのガリは直しちゃいました。でもまだなんかガリガリ言うんで、これはっていうことでこう聞いてるとね、なんかこの辺がこの辺こうやって触るとガリ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 言うんで、こっちの中も修理しないといけないねっていうことです。なのでまずはこの耳当ての部分は簡単に取れるんで取っちゃって、そうすると中にこうスピーカーの周りに4箇所プラスネジがあるんで、こいつを外してしまいましょうと。そうすればあとはハンダ付けじゃないのっていう感じなんで、はい、ではドライバーで4つのこいつを外します。でオープン、おりょ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 、こうなって、こっち向きね、こっち向きね、覚えておいてください。でここからケーブルが入ってこっち来て、ここから配線が出て、これは左の耳から右の耳に音が行く方側がこれだよね。ね。どこのせいでガリが来るんだろうな。では絶対著作権でうんぬんかんぬん言われなさそうな CD。ダイナマイト直樹くんの、いろいろあるんですけど、これでいいか。痴漢撲滅キャンペーンソング、50円。ダイナマイト直樹くんの CD を聞きながら。こんな曲だっけ？こんな声だっけ？こう、どうやってやったらわかんねえ、これ。痴漢をしないと誓ってねーのダジャレソング。わかんねえな、これ。ちゃんと聞こえてるな。ダジャレソングですね。わかんねえな。どうしよう。これで、ポーズボタンにしてノイズって出てないんだっけ？耳でやっぱり聞くしかわかんないですね。わかんない。ご協力ありがとうございました。ダイナマイト直樹くん、ただいまライブハウスで爆走中。ここちょっと念のためにやっぱ気になるところのここの2箇所のハンダ付けをちょっとやり直してみるかな。多分全部やり直せば安定するんじゃないかと思いますけども、懲役30年、よいしょ。ここが黒、ここが赤、ここが白。
と全部外してしまいました。こいつらをそれぞれ一回カットしてしまう。知らんがなーで一回カットしちゃいます。こいつら全部やり直すっていう気持ち でこいつは僕が思うにもっと短くした方がいいと思うんで短くカットします。でこいつの先っぽを出します。こいつの先っぽは2ミリぐらい、はい、と先っぽを出します。まあ先っぽを出すやつはね、まあこういうのを使ってるとさ、こういうやつ使った方がいいんだよとか言ってまあ他にもこういろんなものは持ってますけど、僕はあれが一番好きっていうことです。そしたら今先っぽを出した端っこに予備ハンダを塗ります。予備ハンダをよいしょ、くっつくな、こら、こら、二つのものを、くっつくな、お前ら。何をしている？たわけ、たわけ、青か。なんでこいつら、本当に、寄り添いやがって。JOQR、みたいな、あいつの曲な。よいしょ。よいしょ。で、一番奥から、白。白が、ここ。すげえ簡単じゃん。赤がこっち。超簡単やね。すごい、すごい、なんかこの塗ってあるハンダがいいやつなのかね。なんでしょうね。それで、ここが黒。黒遠い。すんげえハンダしやすいな、これ。で、オレンジが、オレンジがこっち。あれ？違うわ。黒が、これじゃねえじゃん。一緒か、全部これ。赤いやつはあれか。絶縁が被ってんのか、これ一応。被ってんのか。あまり気にすることなかったかな。ってことは、この先っぽがむしろ、これとこれ触ってるよな。じゃあこんな遠くになんで貼るんだろうな。これこっちでもいいんじゃないの？実験ですからね。こっちでいいんじゃないの？これ。と思うんだよな。ということで続きまして、ダイナマイト直樹くんのトカゲのチャッピー、なんかね、曲順とあるこの最初の手前のジャケットと曲順がね、4曲目スタート。歩いているけれど、ペロペロチャッピーこれ癖になるね、この曲は。あえて感想は言わない。チャッピー、そっちはお外だよ。外には危険がいっぱい。チャッピー、戻っておいで。チャッピー、戻っておいで。
トカゲのチャッピー。お、暗くなった。本当はこいつ、このカバー入れるの本当はめんどくさいんだよね。入れるのめんどくさいこれね。治った。どうダメだったかを撮影してなかったから、はい。ということで、全部ハンダ付けし直せば治る。結構簡単な作業でしたので、こういうことをやってみようと思えば、まあまあまあ、10分か30分以内にはできるんで、1万5千円するものを捨てちゃうのはもったいないよねっていう動画でした。じゃあねー。トカゲのチャッピー、なんだかチャッピー。麻薬はダメよ、マリファナもダメよ。シンナーだっていけません。歯が溶けちゃうよ。取って元気に行きましょう。覚醒剤はやってもやってもた。くっそーちくしょー。もうめちゃめちゃ改造あるある、修理あるある。せっかくこれはめたのに、ありがとうチャッピー、さよならチャッピー、ずっと忘れないよ。寂しくチャッピーなったらチャッピー、遊びにおいでよ。トカゲのチャッピー、ちびっこチャッピー、いつもどんな時もニコニコチャッピー、仲良しチャッピー、僕ら友達さ、ずっと大好きさ、ずっと忘れないよ。さよならチャッピー。